はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。 GO 鬼塚です。さあ本日なんですが、皆さんはダイナレスラーというテーマご存知でしょうか。本日はですね、もうあの準制限が解除されても完全に制限が緩和されるダイナレスラーパンクラトプス君を擁するダイナレスラーデッキ、こちらを使っていこうと思ってデッキを組んでいきました。ちょっと先にお伝えしておくことがありまして、あのダイナレスラーってパンクラトプス以外ね、あのはっきり言ってね、バカ弱いんですよバカ弱いんですよ。ちょっとまあテキストね、先にね読んでもらったら分かるんですけど、これねダイナレスラーデッキ組んでみようと思っていろいろテキスト読んでたんですけど、このこいつガチでやばくて、ダイナレスラーキメラティレステルとかいうモンスター、これ融合モンスターでね、あの SR でなんか結構強そうじゃないですか。で1から5まで効果あるんですよ。1から5まで効果あって、なんか全部過ごそうと思ってテキスト読んでもらったら分かるんですけど、これね全部縄文時代みたいな効果してるんですよね。縄文時代みたいな効果してるんですよ。あのダイナレスラーリンクモンスタープラスダイナレスラーモンスターっていう、まあ、そもそも結構出しにくい条件、かつ1番、戦闘を行う場合ダメステマで魔法トラップ発動できない、2番目、貫通で、3番目、他攻撃対象できない、4番目、戦闘で相手モンスター破壊したら打点500アップ、5番目効果で破壊されたら相手の攻撃表示モンスター破壊。縄文時代すぎないこれマジで縄文時代、まあ、5番がちょっとだけなんか耐久量があるけど、なんか縄文時代でしょこれ、このモンスターとかね。あとまあリンクモンスターもそうなんだけどさ、この UR のこいつとかガチでやばくて、ダイナレスラーモンスター2体以上で作れると言われているちょっと難しいよねリンクさんだし。でこのカードが戦闘を行う場合ダメステマでは魔法トラップ発動できない、モンスターゾーンに存在する限り他のモンスター攻撃対象できない、相手バトルフェーズ開始時になんか、相手の攻撃表示モンスターを対象に、そいつ攻撃宣言しないと他のモンスター攻撃宣言し、攻撃しなかったら対象のモンスター破壊されるみたいな、これ UR みたいな効果してるんですよ。で、まあ、もちろんね、アニメでゴー鬼塚っていうキャラクターが使っていたテーマなので、なんかねもうちょい強いかなと思ってたんですけど、多分ねあのゴーキーがやりすぎだったから、多分ダイナレスラー相当調整されて、あえて可愛い効果にされて実装されてまして、これパンクラトプス君以外マジで6ランモンスターがいないんですね基本的には。言っちゃうとそういうテーマを使うの僕大好きなんで、今日はねあの使っていくんですけども、一応ですね何が強みかって、あちなみに下級モンスターも全部ろくな効果してなくて、一応しかも召喚なんか特殊召喚に成功したら、なんかサーチするとかそういうモンスターはほぼいないですし、なんかねほんとかわいそう。一応ダイナレスワールドダイナレスリングっていうカードが墓地効果で、ダイナレスラーをね相手のフィールド上のモンスターの方が多い場合は特殊はできるみたいな効果あって、これがちょっとだけ強いんですけど、あのパンクラトプス出してくれたりするんですけどね。はい、それ以外は本当にやばい、本当にやばいです。で一応恐竜族なんでこのテーマなのでね、一応ねサポートはかなり優秀なカードがいっぱい多いんですよ。まあねオビラプタとか、ミセラとかね、究極進化薬とかこういうカードがいっぱいあるから一応サポートはできるんですけど、まあ、いかんせん、ちょっと、性能かな。パンクラトプスは強い、ちなみに。1番。はい。高校でポンって出して、相手のカード破壊できるし。まあ、こいつはまあ、まあ、積んで最強かなと思ったんだけど、他のモンスターはかなり限定的に採用しております。まずですね、イグアの、ドラッカー。こいつは手札から、こいつ以外の恐竜族を捨てると特殊感できるレベル6で、で、しかも自分のフィールド上の恐竜族を何でもリリースすると、自分の墓地からダイナレスラーを特殊感できるよということで、まあ、パンクラトプスを蘇生したりとか、あとこのね、システゴっていうやつとか、あと、コイルフィッシュラットとかっていうのも蘇生できますと。で、システゴがね、一応強くて、このカードは特殊召喚に成功した場合に、デッキからダイナレスラーかワールドダイナレスリングを手札に加えるっていう効果があるんですよ。だから一応、エアーマーみたいな。でもね、特殊召喚に成功しないといけないんですよ。召喚成功時にせめてなんかサーチしてっていうねっていうね、まあそういうモンスターで、こいつが墓地を送られたターンのエンドフェーズに相手のフィールドのモンスターの数が、多ければ自分の墓地のダイナレスラー特殊はできるみたいな、なんか受け身すぎないっていうプロレスラーだしね受け身すぎる効果をしています。で、こいつが、レベル2のチューナーで、特殊召喚できるんですけど、なんとデュエル中に一度です。はい、デュエル中一度自分のフィールドにモンスターを存在しない場合は手札から特殊ができて、デュエル中に一度しか使用できないと。で、この子の特殊召喚成功した、このカードをリンク召喚の際にする場合はダイナレスラーモンスターのリンクさんにしかできないということで、まあ、シンクロとかに使う場合はどうでもいいです。はい。で、一応ですね、今回は何をエースとして採用してるかっていうと、このね、ダイナレスラーギガスピのサバット、これです。これがね、ギリギリ強い。
ギリギリ強い。恐竜族チューナープラスチューナー以外のモンスター1体以上っていう、こういう条件で作れて、戦闘を行う場合は、まずそもそもダメステまで魔法トラップ発動できないということで、はい。まあ、これ、なんか第7レスラー、大体知ってんだね。で、あ、ちなみにモンスター効果は余裕で発動されます。で、このカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手は他のモンスター攻撃対象に戦闘できないということ。まあ、1番、2番は大したことないね。で、3番目、1ターンに1度、相手のフィールドのモンスターを対象に破壊できる。これ、単純に強いですね。単純に強い。出てきたら1体破壊できる。強い。で、このカードが戦闘効果される場合は、代わりに自分のフィールドのカードも破壊できる。これ強いね、普通に。これ、恐竜族は破壊されるとね、なんか、リクルートしてくれるような、こういう卵がありますから、まあ、この辺のカードと結構相性もいいですし、割とね、この、3番と4番がそこそこやるという感じでございますね。はい。だから、まあ、今日は、ちなみにね、ダイナレスラーって、召喚条件がもうそもそもこいつ見てもらえば分かる通り、なんか最大条件なんで、高校カードなんですよ。だから高校取っていきます。基本的に。高校を取って、まあ、ダイナレスラーとか、あとそれから究極進化薬とか、オビラフターとか、こういうね、モンスターを使って、ワンキルしていくという。高校でワンキルしていくという、まあ、感じの構築にしていまして、一応ね、なんだ、ミセラサウルスっていう最強のモンスターいますんで、恐竜族のモンスター効果を受けなくできるんですよね、メインフェーズ中に。だからこのカードを使うことによって、なんかそのワンキル通しやすくなるというメリットがありますんで、はい、今日はね、この辺のカードを使ってなんとか頑張って、こいつを立ててワンキルをしていこうと、まあそういう感じです。はい。まあ結局エースモンスターこいつなんだけどね。デュエルスタンバイ。テキストマジで太鼓すぎ。いや本当、まあ、恐竜だからね、恐竜族なんで、まあ太鼓のテキストなのはしょうがないと思いますけど、ちょあまりにも太鼓すぎる。マジでダイナレスラーとかいうモンスターのテキスト読んだんですよ。本当全部のカードが縄文時代でした。ファンクラトップスだけちょっとね、最先端みたいな感じありますけど、基本全部太鼓でしょあれ。サーマングレードか、いいだろう。とりあえず転生リンク召喚でロアーね、オッケーで、サラマングレートでうらら回収とかそういうやばい動きができるんでね、サラマングレートは。まあでもこの、まあ、盤面だったら別にそんな強くないですね。サラマングレートもなんか今残機追加されてるんで、もうちょい強い動きできそうですけどね。何、サラマングレートサンライトウルフのこの動きにプラスして、サーキュラーが出せると思うから、多分ね、超会場とか構えられるそうですけどね。まあ、それちょっと癖多すぎるんですけど、まあ、大体サラマングレットはリンクモンスターいないと何もできないみたいな話あるんで、後ろが。ロアもそうですし、これで黙ると思います、多分。多分これで黙る。で、化石調査発動。化石調査の効果によって、何らかの恐竜族モンスターを手札に加えることができる。墓穴だけね、マジで重いんですよね、このミセラサウルスに対する墓穴。なんで、ちょっとそこだけが、まあ、懸念材料ではあるんですけど、今のところの。まあ、サンスやったら1枚くらいありそうな気がするんだよな。で、まあ、一応、卵ですね。はい。で、オビラプター召喚、効果発動。さあ、どうする？セカンド使え。無限、OK。この無限包容、ミセラサウルス、チェーン、墓穴が一番やばいです。それが一番きつい。頼む、通してくれ。ミセラはちなみにメインフィールド中にもう恐竜族何の効果も受けない。よし、オッケー。これ無限包容完全にケアできてるんで、無限包容やらないやらね。このデッキはダイナレスラーデッキだ。来い、ダイナレスラー超えろフィッシュラット。そこそこ誰やねモンスター。そして幻想のミセラサウルスのモンスター効果、このカードをゲームから除外し、デッキから恐竜族モンスター対応特殊召喚。来い、アルゴザウルス。そしてアルゴの効果を発動。特殊召喚に成功した場合、自分の手札の恐竜族を破壊し、究極進化薬を手札に加えていく。そして破壊されたベビキラサウルスのモンスター効果、ベビキラサウルスはデッキからレベル4以下の恐竜族モンスター対応特殊召喚。これ現れろ、ダイナレスラーシステゴ。特殊召喚成功時効果を発動。このモンスターの効果によりダイナレスラーモンスター対応手札に加えることができる。これにより手札に加えたもちろんダイナレスラー、イグアナドラッカ、誰やねん。イグアナドラッカのモンスター効果を発動。イグアナドラッカの効果によりコエロフィッシュラットを墓地送り、自身を特殊召喚。さらに
イグアナドラッカーの効果、ジュノフィールドの恐竜塚モンスターをリリースし、自分の墓地から第7レスラー小屋のフィッシュラットを特殊召喚。そしてレベル6のイグアナドラッカーにレベル2の小屋のフィッシュラットをチューニング。屈強なる大河の王者よ、全ての敵を蹴散らせ、真紅の召喚現れよ。レベル8ダイナレスのギガスピノサバット。かっけー、出た出たぞ。そして第7レスラーギガスピノサバットのモンスター効果を発動。一旦一度相手のモンスターを破壊、バゴーン。さらに手札よりマジックカード究極進化薬を発動。究極進化薬の効果により自分の墓地の恐竜族と手札のハルウララを除外し、デッキから恐竜族モンスター一体を特殊召喚。現れろ、ダイナレスラーパンクラトプス。うおうおー、バトルベイズだ、いけー、おらー、うおー、おらー、おらー、つえギガスピノサバットが投げる場合、相手はマジックトラップカードを発動できない。うわー、対戦ありがとうございました。うおー、これがゴー鬼塚デッキ、これは誰が何と言おうと第7レスラーデッキ、対戦ありがとうございました。第7レスラーとかいうモンスター、恐竜族だからなんとかなるわ。あのね、結局ね、恐竜ギミックが強いからなんとかなりますね。オビラプターとか、あの、そう普通に売られるんですけど、これで墓穴って言われたら、まあでも逆に言うとミステラが通りそうだ。そうしたら、あー、オッケーオッケー、マッサスね、了解。まあできれば墓穴って欲しかったけど、まあいいや。そうなってくると、まあドゴランがまあ生きる盤面だったらって感じかな。うん、普通にね、龍炎ね、オッケー。で、特殊召喚1200バーン飛んできて、バロネスが飛んでくるということですな。まあ、そこまではいいでしょう。ていうと、これ、バクヤ引いてない。これは一体どっちが、あ、昌栄なんだ。あ、なるほど。あ、ってことは安定あんのかな。で、龍炎、はい。で、1200バーン、いいでしょう。あー、なるほどね。え、安定ね。はい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 、オッケーオッケー。まあ、多分後ろは安定。まあ持っててよかったドゴラン先生ということで全妨害はこれで踏み抜いていく。トゥッバゴーン脳死で化石調査なんかあるね。ああ、うららね、はい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 、いいでしょう。うららいいでしょう。オッケーオッケー。でここでうらら打ってくれた、オビラプター召喚効果発動で、ミセラ持ってくる。もちろん手札に加えていくよ。さあ、ミセラちゃんの効果を発動。手札からぶん投げると、このターン恐竜族が何の効果も受けない。メインフェーズ中だけで、ミスラサウルスの効果を発動。1枚カードを除外して、デッキからアルゴザウルスを特殊召喚で、アルゴザウルスの効果を発動。これ多分ダイナレスラー弱くしたの、多分これ恐竜族サポートがあるから強くしすぎるとやばいこと起きると思ったんだろうね。多分今それ思ったわ。で、特殊召喚するのはもちろん、ダイナレスラーシステゴですかね、これダイナレスラーデッキですからね、システゴにしましょう。システゴ特殊召喚、そしてシステゴ特殊召喚成功時の効果を発動。これによってダイナレスラーイグアノドラッカーを手札に加えていくしかないかな。よし、そして、イグアノドラッカーの効果を発動。イグアノドラッカーの効果により手札から恐竜族モンスターを捨て自身を特殊召喚、バゴーン。そしてイグアノドラッカーのモンスター効果、自分のフィールド上の恐竜族モンスターをリリースし、自分の墓地から恐竜族を特殊召喚。相手なんもなさそうですね、なんもなさそうですね。究極進化売ってますね。これワンキル取れるか。オビラプター効果で、システゴ破壊して、
チアノドン特集で究極進化薬発動。究極進化薬の効果により自分の墓地の恐竜族モンスターと恐竜族以外のモンスターをゲームから除外し、デッキから現れろアルティメットコンダクターティアノ。これが史上最強のダイナリスラーモンスターで、アルティメットコンダクターティアノのモンスター効果、プチラノドンを破壊し相手のモンスターを全て裏側守備表示にし、プチラノドンの効果によりデッキからダイナリスラーパンクラトプスを特殊召喚できる。うおー、圧倒的ダイナリスラー断面強くね、このまま強くねえか。これバートリフェイザー行くぜ。いや、千番&墓地送り。うおー、そしてオビラプターでダイレクト、イグアナドラッカーでダイレクト、さらにパンカ、あれあれ、なんかこれ制約かかってない、これ。あ、プチラノドンだったわ。プチラノドンで、そういえば、いや、これミスったなやべ、そういえばプチラノドンで出したやつダイレクトできないみたいな制約かかったな。イグアナドラッカーをリリースし相手の伏せカードを破壊。なんかチェーンありましたね今、あれチェーンありましたね今、あれ手札ガンマじゃね。じゃあ、ここで違うのおかしいもんね。こことここで、いや多分あれガンマだな、まあ、じゃあドルカ出すわっていうね。エボルカイザードルカを着地、これは強いぞ。でも一応裏側守備表示にする効果とモンスター効果無効と、なんか破壊が1回って感じなんで、まあ、割と盤面的には強い。普通になんかプレミしてワンキルで取れませんでしたが、多分今ワンキル取れたんじゃねえかな。それは全然いいや。でエクレシア効果だから、ここに打っちゃダメで、出てきたモンスターに対して打てばいいから、まあでも出てくるとしても大したことじゃないでしょう。タイヤね、オッケー、タイヤ、はい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 。でタイヤ効果発動にチェーンしてドロップ打てば大丈夫じゃん多分。これが遊戯王デュエルリンクスで鍛えられた砂時計読みよ、まあ、砂時計っていうか誰でもわかるか今ので。ドルカ効果、相手のモンスター効果を無効にし破壊することができる、過去単一なし。ドルカ君のね効果単一なのマジ強いんですよね。だから2回モンスター効果無効に破壊できるって最強の効果なんですけども、オッケー、オッケー、ドロこちらの、オッケー、バトル、おれ、これがダイナレスラデッキだ。対戦ありがとうございました。今ね恐竜が強いからいけるね、ダイナレスラデッキは結構。パンクラトプス君は来てくれているがって感じだな。ダイナレスラーが初手に来てほしくはないんですよね、基本的には。スモールワールドいいでしょう。あー残機かー、がっちりアットイグニスター、なるほどなるほど、強いですね。いやこの、ね、サーキュラーとかいうもんさ、バチクソ強いんだよな。これ今後どうなるんでしょうね。なんかスプライトとかティアラメンツやらね、なんか何やらが来ると言われていますけれども、まあちょっとまだ撮影日現在今2月の2日なんで、ちょっとまだ来てないんですけども、まあ、この動画いつ公開するか分かりませんが、いやこれ結構残機やれると思うんだよね。スプライト今さ来たとしてもさ、なんか中継地点っていうかさ、強いモンスター全部行ってんですよね。あのハリファイバー行ってるでしょ、ユニオンキャリアのドラゴンバスターブレード装備するのに無理でしょ。で、持ち帰るがいなくなったでしょ。結構ね、パワー的には落ちてると思うんですよ。まあ、ただ、スプライトと、なんかトライブリゲードが手を組むとガチでやばいらしくて、今結構ね、OCC の環境でも、スプラ鉄獣が、鉄獣スプライトが、なんかめちゃくちゃ強いらしくて、結構大会で結果残してるのはそのデッキなんですよね。それは結構ね、デッキ組めるんですよ、その鉄獣スプライトっていうギミック自体は。キットがやっぱレベル2だし相性いいんですよね。ギガンティックスプライトからも展開できるし、デッキ結構ね意外と展開難しいので、まあ、その辺がちょっとどうなるかなって感じですけど、なんだかんだ妨害はかなり用意できるかなといったところ。なんか圧倒的ソリティア見せつけられてますけども、なんか俺が知ってる残機展開じゃねえな、これ何やってんのこれ、この人。なんか、
超会場構えるところがなんかサイバースソルティアみたいな、なんかサイバースクロックドラゴンがなんか出そうとしてる。ガチめに出てくるじゃんこれ。クロックワイバーンとスパルトアイ、サイバースクロックじゃん。やばサイバースクロックドラゴンが出てきちゃいました。4500打点です。でクロックリザードはやばいですね。これでもどうやってワンキルするんだろう。でもモンスター数足んなくないそれ。クロックリザード効果リリース、はい、いやまあサイバースクロック戻してサイバースクロック出すのはまあやばいけどいいよ。あーあーあーああああ、伊達いくつこれ、2万ぐらいいく、うわー2万1500やばい。でセーフアート効果、自分の墓地のレビオニア回収、なるほどなるほど、レビオニア出す、レビオニア効果、光属性除外してるから自分の墓地からあっ